どうぞ。一気に、はい、フレッシュなメンバーが上がってまいります。あとヒピリカも応援された IT の方々もテクノロジー側の方々もお願いいたします。ここはなんかすごい LED ライトが光ってますね。はい、どうぞ。はい、私のマイクもお出ししますからね。はい、どうぞ、皆さんもお上がりください。ねえ、なんかお腹が光ってますね。宇宙から来たみたいになってますけども、はい、じゃあですね、まずじゃあご挨拶をお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。私たちガールズモデルユニットヒピリカです。よろしくお願いします。おっと、いいですね。はい、ではですね、今回どうしましょう。まずじゃあ相手の方々にどういったことをやったかっていうのを聞きましょうか。はい、じゃあ代表して皆さん、会社名とそして皆さん個人、でご挨拶いただいて、ご説明をお願いします。すいません、全然こういうところに立つというのは聞いてなかったんで立ってること自体無茶ぶりじゃないかと思ってるんですけどもすいません、福岡の方で電子回路の設計とかそんな仕事を今ちょっと残り入りやってます。上野と言います。はい、ありがとうございます。さっき自己紹介。あ、そうですね、はい、お願いします。自己紹介お願いいたします。星野と言います。所属は内緒です。スマートフォン担当します。ありがとうございます。まあ、もうヒピリカムのライブと思っていたらそのまま開発の方に手伝うことになったという西村と言います。はい、素敵な流れです。ありがとうございます。はい、じゃあ今回じゃあどういったことをやったかを、はい、今回最初いろんなアンケートを相手の方たちから聞いて、光る衣装だったり色が変わる衣装とかそういうのが結構多かったんで、それだったらということで今お腹のところに巻いてもらってます。LED なんですけども、でこれを、お二人のアイドルの方に巻いてもらってますけども、一つは彼がスマホで色を変え、まあ、今変わりましたよね。あれ、スマホで、お、すごい、はい、変えます。それともう一つの方は音のセンサーを取り付けてまして、で音のセンサーで点滅する時間とかそういうのが微妙に違ってくるということで、あんまり時間なかったんで微妙にしかできてないです。いや、すごいです。スマホでちょっと色変えてもらってもいいですか。次何色に。あ、色は分からないです。分からない、すいません、変わります。ダメな質問です、すいません。変わります。変わります。お、皆さん分かりますか。はい、なかなかちょっとすごい、結構すごいです。短い時間で機材選んで、はい、ですよね。で一番心配なのは彼女がちょっとアクロバチックな動きするらしくて、なるほど、その時電池が外れたりとか配線が外れたりとかした時はご勘弁ください。はい、そのあたりはぜひ皆さん笑って許していただきたいと思います。はい、じゃあそのあたりも見て、皆さんね、楽曲を聴きたいと思います。じゃあ方々、はい、はい、素敵ですね。なんか、ね、もう来年の今頃は福岡市がみんな全員ペンチンはこれになってるかも。ぜひぜひつけて本当にライブしたいなって思うくらい、はい、こちらも今、あ、そうなんです。はい、小道具がありますね。はい、自分たちで書いてちょっとやってみたんで、そちらの方もしよかったらチェックしてください。はい、ぜひ皆さんこちらを世界中に発信していただきたいと思います。はい、準備 OK ですか。はい、じゃあそれではマイクは大丈夫かな。大丈夫です。はい、はい、じゃあダンスと、ね、歌を皆さんぜひ聴いてください。それではヒピリカムの皆様でございます。それでは早速1曲目聴いてください。偶像失格
始めていきたいと思います。聞いてください、スペルカムチャッカでゴお願いします。高校1年生の相月いきねです。よろしくお願いします。最下位の松
ます。はい、平均年齢14歳、5歳ぐらい。まあすごいですね、4歳分ぐらい私とってます。はい、さあということで、高橋社長いかがでしたでしょうか。コメントお願いします。すごいパフォーマンスだったんですけど、ファンの方の声援もすごくて、ファンの方の声援でこう光ってたんじゃないかぐらいすごかったと思います。はい、ファンの方ありがとうございます。いただいてどうでしたでしょうか。コメントだけいただければありがたいです。はい、ね、いい曲たっぷりねいただきましたから、はい、ちょっとね、ケミちゃんとね、あの本当に激しいダンスであれだったんですね。全然全然、はい、彼女のやつが早い時間でちょっと消えちゃって、多分これあの線が外れたんじゃなくて、あのファンの方の声援が落ちてきてセンサーがあのオーバーフローしちゃったんじゃないかと。はい、序盤で切れてしまって、あんなに頑張ったのにっていう。確かに。ここでも、ここからでも反応するっていうのをやってたけど、ああ、切れちゃった。まあ、それも、これも問題です。じゃあ、よかったら、あの、ちょっといいですか。アプリ、それで、あの方の。ご挨拶、何か一言、コメントいただけますか。あの無事に動かせて、私は面白かった。はい、ありがとうございます。各で、皆さんのご意見あると思いますが、あのでも、まあ、こういったところもね、本当にあのなかなかない経験だと思いますし、ね、またヒペリカムがねこれからねヒペリカムがこれからですね、世界に旅立っていくときは、ね、ぜひ今度はね、こういうエンターテインメントで楽しめて、ね、あの見せていただきたいと思いますから、ありがとうございました。はい、では皆様、今一度ペリカムの皆様に、拍手、そして相手の皆様にも温かい拍手をお願いください。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞお願いください。